ありがとうございました。部長、新市街の住民から通報です。エクイナスさんの参道で旅芸人と思われる一座が何者かに襲われ、被害者は全員重傷を負っている模様です。直ちに第一捜査室へ出動要請だ。それが今朝の港公園強盗事件で半数以上が出動済みなんです。とても人員が足りません。なら第四捜査室へ応援を要請しろ。あそこは人員が余ってるはずだ。ブルーフェザーですか。しかし あそこの新任リーダーは担当外の事件に出動するつもりはないと公言して、しょっちゅう揉め事。命令でしょうだ。それでも聞かなければ連続願いが受理されなくてもいいのかと脅してやれ。情報収集。ティスは実験室の
いがダメですけど、お掃除をするので行ってきます。今日は特殊訓練室の備品チェックを行うわ。はい。遅いぞ、ルシード。山の中で馬車が襲われたらしいよ。粉々になった滅馬車と怪我人数名が発見されたって。旅芸人の一座なんだって。捜査に加われって命令が来たんだってさ。そうなんでしょ、メルフィー。ええ、なんでも第一捜査室の捜査員が別件で半数以上出払ってるらしいのよ。それでここへ応援の要請が。また始まったよ、ルシードさん。魔法、魔物による犯罪、超常現象およびそれらに類似すると思われる事件の捜査と解決だな。特にそんなことはないけど。でも本部からの命令が。第一捜査室だけじゃ人数が足りないのよ。あなたの転属願いが受理されなくても知らないぞって脅しも来てるのよ。でもご主人様、馬車の人たちきっと困ってます。そうだよね。管轄だとかそうじゃないとか、そういう問題じゃないと思うな。どうすんの、ルシード。ま、俺はどっちでもいいけど。それじゃあ。わかった。リセも一緒に行きます。あお。リセ、家事も立派な仕事だぞ。わかりました。まったく、だだこねないで最初からそうしてよ。もう一層の連中がうろうろしてるね。被害者の姿もないわよ。こりゃもう病院に運ばれたかな。完全に出遅れたね。ルシードがぐずってたからだよ、もう。被害者の収容は終わったな。はっ、バレス室長。全員中央総合病院へ運び込みました。鑑識は？到着にもうしばらくかかるそうです。急がせろ。それからローアン、お前は近辺の住民に聞き込みだ。毛ほどの情報も見逃すな。はあ、しかしこの付近にはほとんど人家はなく、目撃証言などが得られるとは到底思えませんが。それでもやるんだよ。通報者の身元も洗っておけ。はっ。ま、頑張りなよ新人君。お前は現場検証だ。さっさと行け。あ、はい。
なんだか俺たち、およ、浮いてるね、完全に。
手加減なしだ。
事件だったな。まったくまったく。死人が出なかっただけマシでしょ。最近近くの都市でも魔物絡みの事件が増えてきてるらしいし。おい、なんだ、あれ、誰か来るよ。やっと追いついたな。あんたは？あ、さっき魔物に襲われてた一掃の捜査員。久しぶりだな、ルシード。ルシード、この人と知り合いなの？ああ、保安学校卒業以来だな。それどころじゃなかったからな。それよりさっきは助けてくれてありがとう。わざわざお礼を言いに来てくれたんだ。結構いい人じゃん。一層にもこんな人がいるんだな。ああ、さすが局内トップの部署だけあって忙しいけど充実してるよ。その点お前は運がなかったな。いきなり室長といえば聞こえはいいけど、保安局のお荷物と言われる四層じゃな。まあお気の毒としか言いようがないな。早く転属できればいいな。あ、でも四層なんかじゃろくに手柄も立てられないだろうし無理かな。全然でやっぱり嫌なやつじゃん。それじゃ任務の途中なんでこれで失礼するよ。ご挨拶だな。なんか花持ちならないやつね。もういいよ、忘れようよあんなやつ。帰ろうか。それにしても大丈夫かな、あの子。あの子ってさっきのライシアンの女の子？行こうぜ。あ、ルシード、なんだって？よかった。でも一掃のやつらあの子に根掘り葉掘り聞こうとするんだろうね。また辛いことを思い出さなきゃいけないんだ。あの子かわいそう。俺たちで何か力になってあげられればいいんだけどね。うん、そうだね。それより早く帰んないと、みんな心配してるよ。もっとリーダーとしての自覚を持ったらどうなのって感じ。あ、似てる似てる。またそんなこと言ってる。そんじゃまあ帰るとしますか。
った。そうだね。可もなく不可もなくってとこ。別に普通の一日だったけど。特に報告するようなことはない。伊勢は今日も一日ちゃんとできました。いつも通り予定通りに仕事は進んでるわ。バーシア、今日当番のくせにやってないだろ。ちょっとちょっと、いい加減にしてよバーシア。バーシア、またお前か。いい加減にしろ。何？
目指すよ。